皆さんこんにちは。今日はこちらのフライングタイガーで購入したこちらのハンドミシンを使ってちょっといろいろ縫っていこうと思います。これは価格は400円でした。で、実物がこちらです。こんな感じの手のひらサイズで、こんな感じです。ホッチキスみたいですね。まあ、400円なので作り的にはこういった感じで外れちゃったり、簡単な作りではあるんですけど、パパパッと縫えるような簡単なミシンが欲しかったので買ってみました。そしてもうこれ箱に入っている時からこの糸はこんな感じでセットされている状態でした。糸もこんな感じで、ここに布とかを挟むんですけど、この上げ下げが多分自分でこうやってやるんですよね。これを上げてるうちにここからこれが取れちゃうので、ここを収まえながらこうやってあげないと、いちいちここを差し込むのが結構大変です。こんな感じで取れちゃうので、で入れてここを収まえながらこんな感じで、今練習してたんですけど、これワックスペーパーでやったんですけど、これは縫ってもこの切る時に切れちゃうんですよね。で、まあ、本当のミシンではないというか、簡単なミシンなので、こうやって縫った後に引っ張って切るのがちょっと難しいんですよね。私のやり方が悪いんだと思うんですけど、一応ここに簡単な説明書は入っているんですけど、これもまあ糸の通し方ですね。これしか説明書がなかったので、実際そのやり方はもう自分で何度もやってって感じですかね。これがちょっと切れちゃうので、そしてこちら、これはちょっとダイソーさんの、クラフトバッグなんですけど、ちょっと厚手の紙なんですけど、これこの間折り紙収納で使ったやつです。その余りの切れ端でやったんですけど、これは綺麗に、これが表面ですね。そして裏がこんな感じでチェーンステッチになっています。そしてちゃんとこうやって一応縫われています。ただこの糸のところが、さっきも言ったようにこうやって引っ張って切る感じではないので、もう縫い終わったら私はここでハサミで切っちゃうんですけど、なので縫い目がこのちゃんと結べないので、私はここにボンドで留めてみました。これの手芸用ボンドで、とりあえず真似てみますね。こんな感じで収まえながらグッとあげて挟んだら、ホチキスを打つ感じでこんな感じで、ところがこうやって引っ張って伸びないんですよ。こうやって普通のミシンならこうやって引っ張って切るんですけど、もうだからここで切るしかなくて、
で、この切ったところをこういったボンドで私は留めちゃいました。で、縫い目はこんな感じです。ちょっと説明がね、うまくできないんですけど、こんな感じで一応紙も縫えたので、私的にはこれすごく満足です。で、こうやって縫う前にまた引いといて、こちらのロウ引き石、これを縫ってみたいと思います。こういう感じのをビタッとやって、こんな感じを本当は縫いたかったんですけど、さっきのこれがダメだったので、ちょっとこちらも不安なんですけど、まあ難しいですよね、ハンドミシンだから。あんまり端すぎてもダメでした。これでもう一回縫ってみます。してるとだんだん右にずれていくので、あんまり引っ張ったりするとまたさっきみたいに切れちゃうんですけど、この切った時に本当に短くなっちゃうので、ここの時点でこれ引っ張っといた方が次やりやすいです。こんな感じです。あ、でも思ったより綺麗に縫えてますね。ちょっとここを多分引っ張っちゃったんですよ、この右に紙を。だからもうこのやる時に自然に任せて右にずれていく方が綺麗に多分いきます。でも綺麗に縫えてますね、これ。そしたらまたこれで留めちゃいます。手作り感残すためにもこれこのままでもおしゃれかなと思います。ここ袋みたいに縫ってみます。ここに押さえて引っ張って、やっぱところどころちょっとこうやって縫われてないとこあるけど、まあこれもなんかちょっとなんていうんですかねこんな手作り感が出て私的にはいいかなって思います。
感じに縫えました。どうでしょう皆さん。もっとね、何度か練習してるうちにもっともうちょっと綺麗にはいくと思います。なんか想像してたより綺麗に縫えたので、私的には400円でこのクオリティだったらすごく満足です。ちょっとこれがねダメだったんですけど、もう一回縫ってみましょうか。これでやってるうちに多分自分でもコツをつかんでくると思うんで、最初は失敗してもいいような紙で練習するといいですね。やっぱりこれだとあんまり縫えないですね。紙によるみたいなので、こんな感じで縫えてるんですけど、表面がこれ取れちゃいますね。まあでもさっきよりはちょっと縫えてるかな。でも私はこのロー引き紙、これが縫えるただけでも満足です。あとこういったクラフトペーパーも縫えるので、クラフトペーパーが一番綺麗にいきますね。でちなみにちょっと布も縫ってみようかなと思って、ちょっとこれも捨てようと思ってたキャミソールなんですけど、これを一回縫ってみたいと思います。まあ、本来ね紙じゃなくて布も、もしこれ簡単にできれば簡単なポーチとか作れたらいいなってちょっとやってみます。しばらくやってるとやっぱ指が疲れてきますね。最初ここちゃんと縫われてるんですけど、途中からここ縫えてなかったです。ちょっと今ガシャンガシャンってちょっと早くやっちゃったからですかね。でも布も縫えますね。今ちょっとこれのゆっくりやってみたやつです。こんな感じで、やっぱゆっくりやった方が綺麗に縫えました。布もね縫えそうですね。
これは400円にしては意外と使えるかもしれないです。これがね、思ったよりうまくいったのがすごく嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。